そんな中、予選8ラウンド目の組み合わせがね決まりました。メガロ選手 VS タツエフ選手、6-1 対決、6-1 対決、つまり負けるとかなり厳しくなってくる。そうですね、生死をかけた戦いというわけです。いや、ここはかなりどちらも負けられない戦い。そしてね、メガロ選手は、MGR と書いてメガロ選手と呼ぶんですけども、2014年の日本王者。いや、すごい、日本一決定戦で優勝ってことですね。そうです、そうです。日本2014年だから、オールイエスですね。オールイエス、オールイエス、あ、そうだ、そうだ。びっくりした。そうそうそう。オールイエスで見事勝利をもぎ取ったというね。テイキングマックスパックでも去年のテイキングマックスパックのウィナーカードにもなってましたもんね。まさにこの方のという、この方のメガロ選手のあれはオールイエスなんですね。という、これは要注目ですね。いや、どんなデッキ使ってるんですかね。まさかオールイエスないと思うんですけど、オールイエスだったらちょっとびっくりしますね。でもあの時も結構環境的にはオールイエスって感じなかったんです、全然。あ、そうなんですね。割とやっぱ大型クリーチャー多めというか、ドラゴンサーガーだった時だったんで、もう比較的やっぱりグレンモルトでドーンとか。それこそだから闇非自然のグレンモルトとかいた頃のデッキですね。なんですけども、その時にオールイエスを使って見事優勝したということで、今日も2022年のオールイエスが見れるかもしれないですね。見れるかもしれない。さすがにオールイエス来たらぶったまげますけどね。いや、もうなんかトレンドに入りそうですね、オールイエスみたいな。でもあ、だからってことなので、でもだからかなり要は意外なデッキを持ち込む可能性もあるなと思って。でもその時のオールイエスの動きを踏襲しているものだと、地獄パルテノンはあるんじゃないですかね。さっきちょうど話されてた通りだと思うんですけど、そうですね。確かに令和のオールイエスといっても過言ではないかもしれないですね。なんか判決してターン終わりみたいな。はい、そうメガロさんですね。かもしれませんね。いやいやいや、楽しみですね。ちなみにね、メガロ選手は2014年の日本一決定戦、当時まだあそこでやったんですよ。ワールドホビーフェアの時で、あ、そう、よくワールドホビーフェアでやってましたよね。ワールドホビーフェアでやっておりまして、メガロ選手その時に確かタンクトップ姿で出場しまして、多分気合入れてるので優勝して、で本当はこれ今日でやめるつもりだったんですよねみたいなことを勝った後にインタビューで村神様、当時のコロコロの編集長のね村神様を言い出して、いや、やめないで続けてくれっつって。村上様に直接言われて、それを続けてるっていう、それで今ここにいるのめちゃくちゃ熱いですよね。そうっていうね、小ネタをね挟みまして、2017年に全国大会に出場されてるほど、要はもうずっと強い強豪プレイヤーの方でございます。そんな強豪プレイヤーが何を持ち込んでいるのか、そうですね。まずドルマゲドンが置いてあるか。あ、でもドルマゲはない、あ、ない、ドルマゲドンはなさそうですね。さあ、それで今お互い準備しておりますね。そう今、超次元ゾーンがダメ切りがありますね。はい、あ、お互いボアルアックスが見えますね。そうですね。ただドキンダムは右側にしかないのかな、これはないので、またあれかな、さっきも同じでしたね。右側がドキンダムを置いてて、ドラグハートっぽいような感じで、左側のジャッキー選手は先ほどもなんかドラグナーっぽいんだけど、あ、違う、逆か、ジャッキーさんが時にも置いててみたいな感じでしたね。なのでまたそういうなんか腰ドラグナー VS 腰ドラグナー、今日は本当にインフェルスタジュいますよね。そうですね、インフェルスタジュ今日もう毎回ボールアックスから飛んできてて、もう手札をどんどん増やしてるんで、またこの試合でも見れるのかなと思います。いやー、インフェルスタジュマジでアドバンスならではって感じしますよね。そうですよね。動きはオリジナルだったら、まあ新世界を飛ばしたりとか、いろいろ他にも役割はあるんですけど、でもやっぱりアドバンスなら禁断をうまく使ってドローしていくことができるので、いや、インフェルスタジュ、いや、アドバンスですね、やっぱり強く使えるのは。腐るところがほぼないっていうのが強いですよね。なかなかないですもんね、5万のカードで2枚加速2枚ドローっていうバリュー、さすがに全然ない。デドダムもびっくりですよね。2倍デドダムみたいなもんじゃないですか、選べないとはいえ。2倍デドダム弱いわけないんだよな。しかもなんなら、まあデドダムからつながりますしね。確かにデドダムからインフェルスタジュみたいな。確かにどちらかというとね、ドラゴン系のデッキで採用されることが多いので、あまりその共存してる場面っていうのはまあ見ないんですけども、やろうと思えば全然できちゃうんですよね。できますもんね。確かに確かにな。さあ今お互いで許可あったのシャッフル準備を進めているところですね。はい、さあこちらお互い 7-1 ということで、お互い 6-1、 あ、6-1、 ごめんなさい、ました、6-1 ですね、ごめんなさい、6-1 でここで勝って、次も勝てば、まあ、確定とりあえずここは勝ちたい、ですね、ここ結構大事な、はい、要は同じ2敗ラインでどう決まるかというと、オポーネントといいまして、対戦相手が強ければ強いほど上がれると、順位が上がるというシステムになっておりますので、できるだけ多く序盤に勝っておけば、その後のオポが有利になるということで、まあ、ここはだからちゃんと勝っておきたい、そうですね、ここも負けられない。うん、そうですね、まあでも多分お互いここは予選抜けが見えてきてる、気持ち的にもちょっと今日いけるんじゃねえのみたいな、いやありますよね、ありますよね。でこういうところめちゃくちゃ緊張するんですよね、ここまで来るとやばい、あと1勝、あと1勝、あと2勝みたいな、はい、はい、もう自分の中でマジックが転倒しちゃいますから、ね、なんかここまでのこの舞台っていうのは来たことないんですけれども、フェアリーさん、やっぱここは予選の1回戦、2回戦よりはやっぱはるかに緊張する感じですか？はるかに僕はこっちの方が緊張しますね。そうなんですね。最初っていうよりはやっぱりもうこのもう予選抜けが見えてきた、はい、もう目の前ってところの方が僕はちょっとなんか気持ちがなんかうわ大丈夫かなみたいな。とりあえず初手だけは事故んないでくれみたいな感じですね。ここで手札弱かったらちょっときますよね。さあ予選8ラウンド目始まりました。はい。おっちょっと今なんかすごいのが見えましたね。達江選手、右側の達江選手の先行でスタートです。ドキラゴンバスターをマナチャージですね。対しての左側のメガロ選手はこれカツキングですね。はい、簡単なカツキングですね。チャージしてターンエンドで右側の達江選手のターンに帰ります。ちなみにこれ手札の見えたカードとかってあんまり言わない方がいい。あ、大丈夫です。向こうに聞こえないので。大丈夫ですか。これ見間違いじゃなければなんですけど、メガロ選手今なんか手札にチキンタッタっぽいのが見えたんですけども。ってことはどうなんでしょう。これはいわゆるバンのものってことですか。バンのもの。どうなんでしょうか。さあカツキング2枚目。ちょっともし仮にそういうとんでもないデッキだとすると、まだ達江選手分かんないですよね、これね。まだだって全然ドラグナーに見えますもんね。さあ達江選手はメンデルソン、メンデルソンで2マナ加速、さすがにヒットしていく、まあ、ここはやっぱりね、6勝1敗してるぐらいですので、乗ってますよね。ちゃんと見てる感じだったら、やっぱり外野手ヘッドって感じですかね。ターンエンドで左側の達江選手の、達江選手じゃない、メガロ選手のターン、ね、あでもあれか、これ、カッター&カツキングを置いて、ちょっとドラグナーっぽいのに、禁断がないっていうのは、でも達江選手も分かってるんですかね。分かってると思うんですけど、なんかちょっとおかしいよなっていう。いや、今、プリズンっぽいのも見えましたね、ちょっと。はいちょっともうバンのものが迫ってきてますね。何かといえばバン族というね俗称のデッキがあるんですけれども、これ要するにジョーカーズの革命チェンジですね。はい、J の旅路というカードを出しまして、それでデンジャラス G さんロボのね。はいメカ G さんを出すことによってギャラクシーブレーカーをするという、お互いのシールド全部ブレークということですね、はいそのままそしてシールドリガーから出るスピードアタッカーで押し切ってしまおうというのがこのいわゆるバン族と呼ばれるデッキだとしたら、そういう動きをすると。今回、コバさんが用意してくれたスライドにはないんですけど、まあ、ティア表にも入ってないと。そう、まあ、でもかなりね、要はいわゆる、すごいもちろん強いんですけど、すごい安定して勝てるデッキではないんですけれども、もちろん好きな方がたくさんいらっしゃって、そうですね、しかも結構ポテンシャルがあるということで、注目されている一つのデッキタイプではありますね。これはダークホースきましたね。これはダークホースですね。ちょっと楽しみですけれども、でもまたそこをなんかめちゃくちゃ安定するような構築にしてるかもしれないですね。プリズンチャージ、達江選手、若干ちょっとひるんだ感じがありますね。でもここからでも達江選手的にも、これはじゃあ、これはバンのものだなという、もうここで確信に変わって。さあバン族だと2マナで2マナ、これはマナのこれはジョリー・ザ・ジョニーファイナル。さあ右側の達江選手の文明が多分4分目だったんですかね。これはじゃあ達江選手としてはちょっと想定してなかったなみたいな感じの、でもそのまま出してターンエンド、そうですね、これおそらく旅路が手札にないのか、あるいはアタックせずに次のターン確定押し込んでいこうかっていう感じですかね。いやここ、達江選手まだ分かってなかったからマナにしっかりといろんな文明を置いていったことが、裏目に出たというか、メガロ選手がちゃんとカツキングだけでちょっとドラグナーっぽいですよっていうのを見せてたんで、ちょっとうまいかもしれないですね、これ確かにチャージがここは見えてなかったというか、かなり秘匿されていた。さあ5マナ払ってカッターのカツキング、こちらは普通にこのカッターのカツキングを5マナ払って出すべきということですね。ただここは革命チェンジがあると実はマッハファイターの的にできるので。一応一旦稼げたりしますかね、ミラダンテとかあれば。そうですね、これ先にファイナルを置いておいたのは、開始に6マナで外野手改造を出されたらチキンタスカとかからすぐに走ることができないので、なるほどね、先に置いておいたっていう感じなんですかね。そして勝ったんだか次に持ってきたのはその外野手改造ですね。優勢の外野手改造って札に加えたと。さあこれ手札に戻していきます。さあ戻してターンエンドですね、はい、左側のメガロ選手のターンに帰ります。さあしかし外野手ジョリダニファイナルがあるということはもういつでもは別にバンドが走れるよという、そうですよね、揃ってしまったらもう一気に走れますもんね。さあここはこれちょっとコメント欄でちょっと気になったのがあったんですけど、はい、その最終的なデンジャラス G さんの発動のためにシールドいらねえってこう叫ぶ瞬間があると思うんですけど、ありますね、そこの瞬間だけコメント音量を大きくしてほしいみたいなこと書いてあって、確かにちょっと思ったな、ちょっとね難しいですね、難しいですねこれは。G さんのね G さんテキストは出た時にシールドいらねえというと3体に逆シブレーキをつける、そうなんですよね。ちょっと代わりに我々が叫ばないといけない、はい、じゃあ我々が代わりに言いましょう。3人でギャラシーブレーカーやってはい、ちょっと叫ばせていただきたいと思います、時が来たら。さあでもしかし先ほどファイナルでいかなかったということはまだ揃っていない、パーツが揃ってないんですかね。結構パーツ揃えるのも難しい感じなんですかね。そうですね、ちょっと手札に見えてるんですけど、はい、魂の呼び声を唱えることで一気にパーツを揃えることはできるんですけど、はい、まだそこを唱えてないので揃ってないといった感じですね。さあ2マナで再びこれはジョリダジョニファイナルですね。さあアタックせずターンエンド、これ先ほど、はい、フェアリーさんのおっしゃっていた、外野手カイザーをケアする動きですかね。そうですね、なるほどなるほど、確かにそれはでも外野カイザーは、出てるだけで相手のグリーンじゃ出たらアタックできないよという能力あるんですけれども、そこをこうやって事前にファイナル置いておくことでケアしていく、いやちゃんとやっぱり外野手が入ったデッキと調整してきたんだなというのがこのプレーから分かりますね。すごいですよね。田瀬選手もなんかちょっと苦笑いですね。いやそうですね。いやこれドラグナー側としてはこれでもどうするといいですかね。ちょっとあいつを倒すのって難しいですよね、ファイナルは。ちょっと難しいですね。やっぱさっきみたいにカツキングで手札に戻すとか、そういった感じになってしまいますので、ちょっと相手がまだ揃ってないうちに自分の場面を強くして先に攻めて勝つみたいな動きも考えてるかもしれないですね。あまり引っ張らずに、こっちでもう先にシール詰めちゃおうと。そういうことですね。はい。これちなみにフェアリーさん、質問なんですけれども、はい、これ左側のメガロ選手は魂の呼び声を持っているということでしたが、これ打ってこないということは多分いつものギャラクシーブレイクのとどめを刺す方法だと右側に対して攻撃が通らないっていう考えなんですかね、左側のメガロ選手。そうですね。さあ、しかしミラダンテテーブ革命チェンジきましたね。あ、でトリプルブレイク、あ、そっか。これでなんかシールドトリガーで登場することがないんですね。なるほどなるほど、ね、これはかなり厳しい。ファイナル革命により時がクリーチャーが召喚が封じられている。7以下の召喚ができませんね。しかもこれシールドを割られるのって結構厳しいんですよね、このデッキを使う上で、シールドを割られることで自分で一気にシールドを割って、その中からスーパーシールドトリガーなどを使いながら展開していくので、はい、もうこれはシールドが2枚になってしまいましたね。さあトリガーは2枚ディメンジョンゲートですね。ディメンジョンゲートですね。さあデッキからクリーチャーを1枚手札に加えます。さあただこれ一応コンボは揃うのかな。コンボは揃いそうですね、このターンで。さあただこれ持ってきたとしてもいわゆるシールトリガーから召喚ができない状態なので、いわゆる蛮族を決めて勝ち切るっていうのはちょっと難しい。もしくはでもあれですかね、ドリザルにファイナル2枚目以降持ってきて、そうか、これファイナル2枚持ってきて、そうですね、ファイナルで押し切るみたいなことも一応プランとしてはあるかもしれません。そうですね、それを狙いそうですかね、もうここまで来たら。なんかそれこそ蛮族っぽいですけど、なかなかもうシールドどころか別にギャラクシーブレイカーもいらねえみたいな、何もいらねえ、何もいらねえみたいな、真の蛮族になるかもしれないですね。さあでもそうするとやはりファイナル先送りしてきたのは非常にここで機能している。ここでもディメンジョンゲート2枚同時に踏んだの強いですね。強いですね。プランが立てやすいですよね。これもう一旦立ち止まったとしてもファイナル2体はもう確定してるわけですもんね。なるほど。まずはちゃんと自分のシールド残り2枚が何なのかっていうのをちゃんと確認してから、ここからのプラン立てていきたいですね。その確認はかなり大事なデッキですね。大事ですね。さあこれファイナルはアタックした時に各文明のカード1枚ずつ破壊できるんですよね。なのでこれアタックするだけでバトルゾーンは空にできる。でさあ1枚目持ってきたのがデンジャラス G さん。デンジャラス G さん、このデッキの角ですね、はい、さあこれはかなり達成選手もちょっとこれはシールドで受け切れるのかどうかという、ちょっと怖いですよね。ここ外野手カイザーがいるって言っても、さあ来ました2枚目のジョリーザ・ジョニーファイナルで処理されてしまいますからね。でもなんかこれはデュエルマスターズらしいシールドトリガーのなんか勝負になってきましたね。最終的にはシールドトリガーで決まるという、これがデュエマっていう感じですけれども、お互いこれはバチバチの殴り合いになってますね。コントロールではなく殴り合い。さあデッキシャッフルを、終えました。さあそしてこれはまあターンエンド、ガニョシュカイザーがまあアタックできない。でこれでターンを変えて、はい、今の状態はミラランティエルブの革命ファイナル革命がそうですね起動していて、7以下のクリーチャーが召喚できない、しかし、ね、ジョニーザファイナルは10マナと全然その影響を受けない。でも2マナで出てくるという、2マナで出てきていい性能ではないですね。そうですね、これですね。なんならこれ逆にね、0マナで出てくれた方が本当は外野手反応したりとかあったんですけど、しかもうまくかみ合ってしまって2マナという、ここが非常に強烈。そうですね、外野手改ざん一応テキスト確認しまして、出たターンは相手をアタックできないなので、まあ、1枚目は実はミラーだってに行くみたいなこともありえそうですね、出したやつでも。そうですね、なるほど、はい、元からいたやつでプレイヤーを攻撃しながら外野手を1回処理して、はい、2体目と3体目今から出したやつらをすぐ投げれるようにするっていうのも3面からありそうですね。いろんなプランは取れるかと思いますが、さああとはちょっと手札の状況次第といったところで、現在メガロ選手5マナですね。いやでもこれ達成選手としてはミラなんて大体止まるでしょっていう感じで、もちろんデッキに入れていたり出したりしてるんですが、そうですね、ここを上回ってくるジョリーザジョリーファイナル、あそうかごめんなさい、ジョーカーズが5枚あるかどうかが結構大事ですかね。ジョーカーズは今見えてる範囲だとマナゾーンのカードがごめんなさい、ちょっとプリプリズンとチキンタッタとバーミヤンザシルバーが1枚置いてありますかね。あ、そうですね。ってことは1枚出せば多分足りてますね。そうですね。ファイナルを1枚出せば多分ジョーカーズ2を達成すると。あ、そうか、ジョニーのファイナルの状況ってジョーカーズ5枚ないと。確かそうですね。マナゾーンがバトルゾーンに5枚だったかな。なるほど。はい。あとは別にファイナル出せばまあまあ達成と。確か達成できるはずですね。ここで魂の呼び声。はい。デッキから種族が同じで異なる名前のクリーチャーですかね、はい、を3枚デッキの上に載せます。なのでこれで一気に、まあ、コンボパーツを揃えることができますね、うん、ただこれでも引けると次のターン以降ですよね。引けるのは次のターン以降なんですが、まあ、もし旅路などに革命陣にすれば旅路のワンドローから入る可能性もありますかね。なるほど。じゃあ普段これ載せる場合はチキンタッタかジョニーファイナルで、その下に旅路、その下にデンジャラスディーズみたいな、そうですね、感じですかね。確かに確かに旅路で引けるのか。旅路のワンドローが偉いんですよね。なるほど、旅路のワンドローで持ってくるものをこれ進めていると。なるほど、確かに。もうだから最初に魂の呼び声を採用している人を見たときは、あ、ここで来るんだと思いましたね。確かに魂の呼び声、まあもちろん確定で持ってこれるんですけど、まあやっぱ安定しないっていうか。さあ積んだのはムシムシノンノン旅路チキンタッタですかね。なるほど。さあこれを山札の上に好きな順番で詰めると。3枚とももう全部コンボパーツが全部ジョーカーズなので、一気にジョーカーズっていう種族を選んでもうコンボまでいけるのがこのデッキの強みですね。さあしかももしシールドに、さっきシールド確認してますから、シールドに、まあ、シールドトリガーあるいはまあスーパーシールドトリガーバックセスハードラックなんかがあると、その4枚の中からを使うみたいなこともできますよね。そうですね、はい、ということでだからムシムシノンノンからバトルしてみたいなことも十分考えられるという。もう縦に何があるのかはもうメガロさんしか。2体目のファイナル、3体目のファイナルが登場で、これでジョーカーズ5枚ですね。はい、さあアタック、さあアタックで旅路、お革命チェンジしましたね。さあジョーカーズのコスト5以上と革命チェンジですね。はい、さあこれでまず除去豪華で両方相手のクリーチャー、相手のカードですかね、はい、各文明1枚ずつ選んで、デッキの下に送ります。赤いダブル下ですね。はい。今ジャッジに多分勝利の順番を確認してるのかな。これはどちらから一応処理してもというところですかね。そうですね。そうですね。はい。これは革命チェンジも、まあ同じようにいわゆるビー玉に乗りますので、まあ好きな順番で処理することが可能だと思います。今ちょっとテキストを確認しております。そうですね、ただこれミラーダンテのファイナル革命が効いてますので、はい、召喚自体はできないんですね。例えばシールトリガーから、カッターのカツキングだったりプリプリズンがあってもそれは召喚できない、その状態がまだ、はい、ミラーダンテレベルで続いております、はい、ただしハイになるほどヒートとか爆殺ハードラックの効果で出てくるよと。ハイになるほどヒートがちょっとこれシールドに埋まってるかどうかがちょっと大事な気はしますかね。追加の打点があるかどうかかなりでかいですよね。さあでもこれそろそろ来そうですよ。さあ J の旅路でこれはアンドロしてお来るかってことはしているのは来たデンジャラス G さん。シールドいらねえ、シールドいらねえ、ギャラクシーブレイカー。ここで言うことになるとは思わなかった。さあギャラクシーブレイカーが決まり、すべてのシールド、自分を含めたすべてのシールドが吹っ飛ぶ。おガードストライク、ただガードストライク、しかしガードストライクじゃないかこれは。なので追加の打点があれば貫通しそうだが、お爆殺ハードラック、爆殺ハードラック。さあこれで、スーパーシールドトリガー発動なので上5枚の中から、ね非文明のクリーチャーでもここで非文明ないといけないですもんね。たださっき積んでるんですよ。そっかチキンタッタが積んでるんですよ。さっきチキンタッタこれのタッタそうなんですねこれ。ああそっかシールドらしい。なるほどこれはいいですね。あまりにも IQ が高い蛮族。いや素晴らしい。ガードストライク避けての後から登場ですからね。そうなんですよ。先にそのままダイレクトアタック決めてメガの選手の勝利。いや素晴らしい。予選第8回戦は画面左がメガロ選手の勝利です。お疲れ様でした。いやすごかった。すごかったですね今の。すごいなこれ。いやでもまあ最終的にはねバンで決まりましたけど、そうですね。バンのもので、途中のねジョリー・ド・ジュニファイナの先置きとか魂の呼び声の積み方、はい、全部聞いてきましたね最後まで。そうですね、ちゃんと最後まで魂の呼び声をキープしていたことによって、最後ちゃんと走るターンでチキンタスタを仕込んでおけたということで、いやー使いこなしてますね。これは相当連打が高いですね。相当連打が高い。ちょっとお話聞いてみたいですね。そうですね。しかもこれで7-1ですから。もう次勝ったら予選抜けと。いやすごいな。これはあまりに恐ろしい出来。恐ろしい出来が。完済しましたね。もうこれで今ねまもなくね見事勝利しましたメガロさんをねこちらお呼びできると思いますので、少々お待ちください。はい。コメント欄とかね、ツイッターもシールドいらねえと大変盛り上がっておりますが、いやすごいですね、蛮族、まさかここで見るとは思いませんでしたね。ひょっとしたら噂には聞いたけど、ちゃんと見たことないって方もね、ひょっとしたらこの配信見てる方にはねいらっしゃると思うんですよ。ああいうデッキ、でもなんか思ったよりも全然、思ったよりもっていう失礼ですけど、すごくなんかこのテクニカルなデッキですよね。テクニカルですね。本当に結構もうただ単にギャラクシーブレイクしても運だけでシールトリガーとかそういうのじゃなくて、ちゃんともういろいろ仕込んでシールトリガーも確認してから計算して攻めるっていうことができるので、もうなんか適当に見えるけど、いやちゃんとそれ全部計算されてるんでっていうのが分かりますね。素晴らしかったですね。素晴らしかったですね。ちょっといろいろねデッキ差し支えない範囲でねデッキ構築の紐とか。なんで選んだかとかでちょっとねお聞きしたいですね。なんで選んだかはちょっと聞きたいですね。そうですね。なんか昨日嫌なことがあったからみたいな。サバラシみたいな。そんなことはないと思いますけど。いやすごかったな。ちょっと蛮族使いたくなっちゃいますねあれ見てね。なりますね。本当にみんな結構この配信見てる方とか使いたくなった人多いんじゃないですかね。いや多いと思います。ということでね、はい今メガロさん到着されたのでちょっと準備して勝利者インタビューに移りたいと思います。はいというわけで見事8ラウンド目を勝利しましたメガロさんにお越しいただきました。ありがとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。みんな見てるはいおめでとう。まずはでも素晴らしい勝利でしたね。これマイクですよね。マイクですマイクです。ちょっと結構近めに話していただけると。はいどうでした今の勝利。いや嬉しいですね。素直に嬉しいです。いやでもまさかの蛮族みんなもうシールドいらねーっていうコメントなんでめちゃくちゃ盛り上がったんですけど、普段コントロールのデッキばっか使ってるんで、なんか俺が使ったら気持ち悪くないかと思ってなんで今日はそのいわゆる蛮族ジョリー・J の旅路からデンジャラス G さんを投げつけるデッキもうちょっと選択したかっていうのをお聞きしてもいいですか。まあすごい本当の話をすると、あんまりデュエルマスターズのモチベがなくて、でもだから GP みんなが行くから行こうみたいな旅行感覚だったんだけど、行くならまあなんか自分が好きな山が使いたいなってなって、そしたら一緒の職場で働いてるやつが、そうファイナルレジェンドドラゴンってやつがなんかあんたこれ強いよって言って出勤した時に言われて。でうわ絶対こんなふざけた山使いたくねえわって言って5回ぐらい回したらなんかもうすごいみたいなこれはあるかもしれんみたいなブライズシュートって敵が流行ってて昔それすごい吸ってて回してて同じものを感じたんですよ。ああ確かに確かに現代は確かにね現代はブライズシュート凄みがあるんですよ。凄みがあるっていう。なるほどなるほど。いやでも今日ちなみに何回シールドいらねって言いました？なんかあんまコロナだから言わない方がいいかなと思って。いやそう言いましたね。お気遣いありがとうございます。結構じゃあ毎回勝ってるし、今ここまでだって7-1？そうですね、7-1ですね。勝った試合は全部もうシールドいらねえっつって、あ1回だけミラーが発生して。ミラーが発生した。いやミラーも一応練習っていうか立ち回りを考えて倒しました。しっかり破壊しました。ちなみにその時の盾はめちゃくちゃ弱かったです。いやそれはじゃあいらねえよりもちょっとシールド大事にしながら大事にしました。大事ですすごいブレーキの踏み方すごいな。ありがとうございます。お二人ありますか？マッチーさん。そうですね、もうなんかだいぶデッドマンさんに聞いていただいたんですけども、盛り上がっちゃいました。いやちょっとなんかもう本当に来ると思ってなかったんで、正直でもミラーがあったっていうのがなんか何よりびっくりなんですけど、当たった時はやっぱびっくりでしたか。でもやっぱ強いデッキだからそれは当たるか。そういう感じだったんですね。それはこんなに面白い山俺一人が握ってたらもったいねえなみたいな。世界の均衡が保たれんと思って。みんなも使いましょうっていうことですね。これはみんなで満足なの。いやでもこれ多分使いたい人多かったと思いますよ。相当。そうですね、僕結構やっぱりさっきも話したんですけどコントロールデッキを使ってるイメージが強かったので、今日もやっぱ水闇自然ハンデスとか。お久しぶりです。お久しぶりです。どうもどうもお久しぶりです。すいません、自分のペースで。いや全然水闇自然ハンデスとか今日使ってるのかなと思ってたんですけど、いやなんか蛮族を使ってるちょっとメガロさん見れてちょっと純粋に嬉しかったなというか面白かったなと思って。DMA最高、DMA最高。ぜひね皆さんにも使ってもらいたいですね、蛮族。でもここで7-1ってことは次勝ったら確定上がりに。そうですね、慢心は良くないですね。慢心は良くないです。慢心はいけないんですけど、ぜひねちょっとカメラに向かってこの後の今後の意気込み伺えればと思います。お願いします。最終戦も頑張るぞ。あともう一言いいですか？フラット工房よろしくお願いします。フラットさんお世話になってます。はい、よろしくお願いします。というわけで見事8回戦目勝利しましたメガロさんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。頑張ってください。置いちゃって。ありがとうございます。本当に。